はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、今回は頑張る単年契約の選手たちを取り上げていきたいなと思っていますが、7月も目前ということでシーズンも中盤戦、コンテンダーとそうでないチームの差が徐々にはっきりしつつある時期となってきましたが、選手に関してもある意味それは同じ。大型契約を結んだりなど鳴り物入りしながらも、まあ、なかなか結果を出せていない選手は、まあこの時期まで調子が上がらないとなると、シーズン全体の成績もちょっとどうかなと心配になってくる時期ですし、逆にオフに単年契約でそこまで高いとは言えないような契約を結びながらも、ここまでチームに欠かせない活躍を見せている選手もいます。今回はそんなオフに単年契約を結んだ選手のうち、ここまで予想以上の活躍を見せている選手、評価を上げている選手をピックアップしてみようかなと思っています。はい、1人目はドジャースの先発投手タイラー・アンダーソン。オフにドジャースと800万ドルの1年契約を結んでいます。昨年はパイレーツとマリナーズの2チームでプレーし、31試合で防御率 4.53 と先発としてはまずまずの結果を残し、トレードデッドラインでマリナーズに移籍してからは2回のエンゼルス戦で打ち込まれた以外は期待以上のピッチングを見せてくれた選手でしたね。ドジャースはアンダーソンと契約した時点でヒーニーとカーショーとも契約していたため、アンダーソンはどちらかといえばローテの保険的な立ち位置だったかと思いますが、しかしもはやローテの保険レベルではないですよね。12試合で無傷の8勝、防御率 2.82、ビューラー、カーショー、ヒーニーの故障離脱もあって、アンダーソンの獲得は非常に意味のあるものともなりましたし、ウィンザーをリプレイスメントもゴンソリーに次いで投手陣チーム2位。6月15日のエンゼルス戦では昨年のリベンジとばかりに9回ワンアウトまでノーヒッターの好投を見せたのも記憶に新しいですね。このピッチングでいけばキャリア初のオールスター選出も十分狙えそうで、オフにはさらに良い契約をゲットできるかもしれません。2人目はレッドソックスの先発投手マイケル・ワカー。オフにレッドソックスと700万ドルの1年契約を結んでいます。昨年はレイズでプレーしたワカですが、防御率は 5.05、 あのレイズでも完全復活といかなかったため、レッドソックスがワカに700万ドルも出したのは驚きの方が正直大きかったんですが、今のところレッドソックスフロントの目は正しかったことをワカ自身が証明していますね。11先発で防御率 2.28、 ウィンザーボリプレイスメント 2.0、レッドソックス投手陣ではニック・ピベッタに次ぐウィンザボリプレイスメントで、6回投げ切ることはほとんどないにしても確実に勝つチャンスをチームに与えてくれてはいますので、こちらもいい投手だったんじゃないのかなと。近年の若はとにかくホームランの多さに悩まされていて、これが防御率の悪化にもつながっていたと思うんですが、今季は9イニング当たり 0.9 本と先発として活躍していたカージナルス時代と同じくらいの水準まで減少。今季からシンカーの割合を増やしていて、これがフライを避ける上でも有効な球種になっていそうですね。7月に31歳の誕生日とまだ若いので、このままいけばオフに複数年契約もあるんじゃないでしょうか。3人目はレンジャーズのマーティン・ペレス。オフにレンジャーズと400万ドルの1年契約を結んでいます。先日トレードデッドラインの注目選手でも名前を挙げたペレスですが、こちらも今季格安の単年契約ながらインパクトのある活躍を見せていますよね。もともとはトッププロスペクトと呼ばれる存在でしたが、2014年以降一度も防御率が4点台を下回ったことはなく、まあせいぜい平均的な先発投手といった感じでしたが、先ほどの若と同様にこちらもホームランの数を大きく減らしたことが好成績につながっている印象です。またペレスに関しても進化を大幅に増やした成果なのかもしれませんが、今季長打になりやすいとされる打球バレルの割合が 3.3% と MLB でもトップクラスの少なさで、実際81回3分の1を投げて打たれたホームランはわずかに2本、12先発で10回のクオリティスタートを記録するなどイニングも増えていますので、この投球スタイルを持続できるなら年間でも計算できそうじゃないですかね。4人目はロッキーズのチャド・クール。オフにロッキーズと300万ドルの1年契約を結んでいます。パイレーツ時代は細々と先発としてプレーしていましたが、まあ、2017年を除けばリプレイスメントレベル、通算の防御率も 4.44 と平凡そのものでしたが、しかし今季は今のところキャリアハイレベルのプレーを、しかも打者天国のクアーズフィールドで見せているんですよね。12先発で防御率 3.69、 ウィンザーをリプレイスメント 1.3、 突出しているかと言われればそうでもないかもしれませんが、繰り返しますけどこれまでの通算防御率が 4.44 で、今年クワーズで 3.69 なら、まあ、結構頑張ってますよね。近年は9イニング当たり 1.5 本 1.6 本打たれていたホームランが今季減少して、また MLB 屈指のスライダーを投げている点も良いのかなと。ベースボールサバントのランバリュー基準でスライダーのおかげで12点分の失点を減らしていまして、 MLB 全スライダーの中でこれはナンバーワン。クールもシンカーの割合を今季大幅に増やしているピッチャーの一人で、まあ、彼はもともとシンカーを多投する選手であったんですが、原点回帰のような形で低めにシンカーとスライダーを投げるスタイルが今季環境にマッチしたのかもしれません。
5人目はジャイアンツのジョック・ピーダーソン。オフにジャイアンツと600万ドルの1年契約を結んでいます。ファンタジーフットボールのせいでレッズのファームに殴られたのは永遠にネタにされそうですが、しかし野球の成績は一流。今季56試合でホームラン14本、 OPS8 割9分4厘。もともと右ピッチャーを得意としてきた選手ではありますが、今季はジャイアンツの徹底したプラトン起用の甲斐もあって、シーズン全体の成績もキャリアハイのペースで推移してますよね。対右投手の WRC プラス161は MLB 全打者中13位タイ。平均打球初速、ハードヒットの割合、バレルの打球の割合など、打球関連の指標も MLB 上位 1% ないし 2% と非常に高水準で、右投手専用機として猛威を振るっている状況です。平均打球初速に至っては今季150打席以上に立った選手の中では、スタントン、アルバレス、ジャッジに次ぐ 94.4 マイルですからね。昨年までのジェシー・ウィンカーのような活躍ぶりで、たとえプラトン起用が必要だったとしても、これだけ打てるんだったら欲しいと考えるチームも出てくるんじゃないですかね。そして最後はレッズのブランドン・ドルーリー。オフにレッズとマイナー契約を結んでいて、メジャーでの年俸は90万ドルと100万ドルもいかないんですね。最低年俸とほとんど変わらないような金額でプレーしているドルーリーですが、しかしここまで57試合でホームラン14本、 OPS8 割4分8厘。これに加えて今季内野全ポジションを守るユーティリティ性も兼ね揃えていて、レッズというチームは苦しんでいるものの、ドルーリーのここまでの活躍には満足しているんじゃないでしょうか。打者有利なレッズの本拠地の恩恵も存分に受けてはいるでしょうが、シーズンのホームランのキャリアハイが2016年の16本なので、まあ、怪我などの問題が起きない限り、ここの更新はほぼ確実な状況にあります。ユーティリティでこれだけのバッティングを見せていることもあって、おそらくトレードデッドラインでもコンテンダーのチームからの関心を集めることは必死で、この夏どのチームへどんな条件で移籍するのか、そしてコンテンダーでも活躍を続けることができれば、今季オフにその努力が報われる日もやってくることでしょう。ということで6人見てきましたが、まあマリナーズファンとしてはアンダーソンめちゃめちゃいいじゃんという感想がまず真っ先に浮かんで、先発陣の成績が今決して良いとは言えないマリナーズが彼を残していればなと思わなくもないですね。あとはドルーリーの契約も美味しいですよね。ユーティリティでこれだけ打てるんだったらレッズとしてもマイナー契約で拾っておいて良かったなという感じでしょうか。マイナー契約からトレードデッドラインで動かせそうな存在になった点も再建中のチームにとっては大きい。今の調子で残りのシーズンプレーできる選手ばかりではないでしょうが、全員コンフ再び FA となる予定ですので、好条件の契約をゲットできる程度には引き続き頑張ってほしいなと願うばかりです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。